保護はどこへ？そう、生活保護って取るためには、それなりの知識だったり、能力が必要なんですよ。だからさ、区役所とか市役所の人って、生活保護をなるべく出したくないわけ。だってほら、市の予算とか決まってるから。なので、なるべくその窓際っていうか窓口で、生活保護くださいって言って、その断れっていう仕事をしなきゃいけないの。で、そうするとさ、気の弱い人とかはさ、いや、あなたダメですね。だって働けるでしょ？ちょっとじゃあ、ホームワークじゃねえ、なんだ？ハローワークみたいなの行ってくださいみたいなのやると、じゃあハローワーク行かなきゃいけないのかなみたいなので、ハローワークに行っちゃったりするのよ。なので、ある程度弁が立つ人じゃないと、生活保護をもらうのって結構難しいのよ。やっぱ、ハローワーク行ってくださいって言われたら、行かなきゃいけないんだと思って、ハローワーク行っちゃうじゃん。で、ハローワーク行ってさ、じゃあなんか面接しますかみたいなんで、3日後面接ですみたいな言われて、3日後に面接行ったけど、断られみたいな。で、断られたんですよって区役所に行ったら、いやいや、1個目なんです。大体みんな断られるんですよ。また次の会社やってくださいみたいなこと言われて、で、またじゃあハローワーク行って、面接して、断られてっていうのをずっとやってったりするのよ。で、それでさ、結局生活保護もらえないままって人も多いのよ。まあ、たらい回しね。あと、大阪かなんかであったと思うんだけど、なんか、東京に行ったら生活保護もらいやすくなるから、お前東京行けよって言って、なんか東京行きの電車賃もらったみたいな話があるんだよね。っていうぐらいね、生活保護って結構ね、もらうのにはスキルが必要なんですよ。水際作戦。はい。窓口作戦ね。窓際じゃない。水際作戦だったね。で、結局その生活保護もらおうと思って通ってるうちにお金がなくなって、家の家賃払えなくなって、ホームレスになっちゃって、で、ホームレスになると住所がないから生活保護がもらえないっていう別の問題が出てきちゃうんだよね、確か。別にほら、生活保護出す側もさ、どこの誰で、どこに住んでるのかわからんものにお金は払えないじゃん。払って逃げられちゃったりさ、なんか北区でもらって、次板橋区でもらってとかになってもいかんから、一箇所でちゃんと住居が定まってる人に生活保護をあげなきゃいけないのよ。なので、生活保護欲しいです。家ありませんって言ったら、じゃあ家借りてくださいって言われて、どうやって借りるの？みたいなので固まるっていうパターンがあるんだよ。で、しょうがないからもうホームレスやってるけど、ホームレスだから住所がなくて、で、生活保護もらえないっていう。で、まあ、そういう人をうまく集めて、生活保護を巻き上げる、ね、ヤクザ的な方々っていうのもいらっしゃったりもするんですけど、それはまた別の話ですね。はい。というわけで、ちょっとワインが空いたので、お酒を持ってきます。こいつ全部想像で喋ってる。そうかもね。想像だとしたら割とすごいよね。僕の創作能力高いよね。まあ、僕が嘘ついてる可能性もあるし、僕記憶力そんなによくないので、ずれてる可能性もあるので、興味がある人はちゃんと調べてください。